さあ本日も質問していきましょう。はいはい。今回もリクエストの質問ですね。リクエスト、うん。生き量っているのと。そのままです、まあ、よく言う生き量というものがいるんですかという、まあよく聞くイメージはあるけどね、だってよく聞くからいるイメージあるけどね、しかも生き量の方が怖いみたいなのもよく言うような、だから俺らみたいなのは、まあ、なんていうんだろう、タレント業してる人はよくそういうのが聞くね、うん、人気ある人ほどやっぱり、まあ、憧れてついてきちゃうみたいな、うん、思いがあふれてね、あとなんか心霊写真とかもよく言うし、これ生き量ですよみたいな、確か本当にいるのかどうかをちょっと、であとどう見えてるのかな、せっちゃんらしい生き量はか、うん、あそっか、確かにこれはどうなんだろう、俺らにもいるのかな、これだけのたくさんの方に見ていただいてるなら無意識のうちに来てるのかもしれない、まあまあまあ、まずその無意識に行っちゃうのかどうかっていうのもね、うん、あるから無意識に行くならお前にも無意識で飛んでついてる人いるかもしれないかな、全部を見てる人がいるかもしれないかな、全部見てで、ああやっぱり見とくわみたいな、いやだったらもし女性とかだったらその女性を見えるようにしてほしいけどね、おお、ね、ぜひあの素っ裸で生き量飛ばしてほしいけどね、うわそういう新たなプレーを、まあ、全然俺それでちょっと除霊するわけね。除霊じゃない。前がむしろなんか画面の向こうに飛ばしてそうな、その考えでな。ねえねえな、それ。すっぱだかのお前な。あ、行っていいだろ、それは行きたいけど。すっぱだかのお前もな。あ、全然。すげえひでえ YouTube だな、ほんと。まあでも、生き量というものが本当にいるのかどうか。はい、はい。これまあ気になる方もいるようなので、聞いてみてくださいと、うん。はいはい。じゃあ、質問行きましょう。はい。さあ、設定完了しました。はい、奥がせっちゃん、手前大地さん、真ん中小山の人形、それからよしこさんですね。質問が、生き量はいますかという質問です、うん、生き量と言って分かるのかな、まあ、生きてる人の霊っていうのかな、うんうん、まあ、イメージとしてはそんな感じなんですが、まあ、そういうのは、うん、いるんですかということです。まあまあ、少なくとも今までせっちゃんたちからなんかそういうの言及ないよな。まあそれはな、ないな。うん、もし俺にあれか、何かあったらそれ教えてくれてたのしな。教えてくれると思うかな。ということはどうなんだろう。見え方が違うのかもしれないし。まあ聞いてみましょう。はい、それではいつも通り撮影します。
これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください。これいやこれ通りたくねえわこんなん。おいおお、やばいやばいやばい、これはいいな。